ルメキチャンネル。いやーとうとう出ましたよ。すごかったね。すごかった。なんとドリブンズの太郎氏が、はい、今シーズンの最高打点、11万2800点を叩き出しました。すごかった。とりあえず今シーズンはまだ終わってないんだけれども、暫定で今、最高スコアの1位が太郎氏の11万2800点なんですが、これが、M リーグ6年目にして、最高スコアですね。はい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 、通年通して通して、はい、で前回の、最高スコアが、黒沢さんの11万2700点だったんですよ。それをね100点かわして、で100点かわしてることに太郎ちゃんは気づいてなかったんだよね。あの終わった時に何点だったっけって思ってたっていう話してたね。最後のインタビューで、でもなんかやってる時は多分全く考えてなかったと思うんだけど、まあそのオーラスとかだったらまだしもさ、何の2曲だったじゃない太郎ちゃんの親が、だからまあ何があるか分かんないっていうのもあるしね、まあ、最低でもトップじゃない、なんかで大体トップは大丈夫そうだなっていう感覚から、あれ何万点くらいだっけっていうのはなんか想像できるんだけどさ、でもなんかあれだよね、やってる最中はさ稼げるだけ稼ごうみたいな、だから12万何千点か持ってるところから、まあさらにこう、加点しに行ってたからね、1500とか上がったよね、で、今回太郎氏が11万2800点を取ったんだけど、前回の黒沢さんが最高得点取った時の2着だったのが太郎ちゃんだったの、なんとあの時の、そうで、まあ、もちろんその試合見てたからなんだけど、なんかねちょっとねやっちゃったんだよね太郎ちゃんが、なんかもうちょっと早く終わらせられそうなところを、あの終わらせられなくってバーってこうなんか10万点超えられちゃってみたいな試合だったんだよね。それはなんとなく覚えてるんだけど、その黒沢さんがその前の年の伊達ちゃんが最高スコア10万5500点を取った時の2着だったんだよね。なんと円とは円ですかね、なのか、わかんないけど、なのかな。だその時いい、伊達ちゃんが取った10万5500点っていうのが、M リーグで初めて10万点オーバーでフィニッシュしたハンちゃんで、記憶に新しい、まあ、10万点は確かになかなか超えることないから、であれだよね、確かこの伊達ちゃんのさ10万点の時ってうちの先生が同卓したんだよね。あ、そうそうそう、あのどこまでも行きますって感じそうで、この伊達ちゃんは、デビューした年にこの10万点オーバーのこの最高スコアをゲットしたんだけど、なんかその伊達ちゃんの10万点オーバーで結構最高スコアが注目されがちだけれども、実はその前の年、もありまして、伊達ちゃんの前が佐々木さんの9万4000点かな、コナミコナミじゃん、はい、コナミコナミと続き、ただその前の、最高スコアっていう賞ができた年に、取ったのがウオタンの9万4400点、多分ねこれはね役満絡んでたと思うんだよね、ユーミンの9万4400点。ただねなかなかこの記録を超えるのは難しいんじゃないかなと正直、まあそうね思ってるんで、10万点超えることがそもそもね多くないし、今季はほら役満も出てないわけじゃない、役満出てないんですよ、なんともう3月になりますけれども、まあこの記録をうちのチームの中で誰が超えられそうかって言ったら私はルミさんだと思うから、そうだと思う、うちのチームで言ったらね、で凡人だから7万点ぐらいしか最高スコアぜひうちが15万点ぐらい取りたい。15万点はもう多分この先まず抜かれることがないんじゃないかっていうくらいの点数だと思っている、せめて13万ぐらいは行きたい。13万か、10万点もだってもう久しく超えてないもんな。サンマとかだったらあるけど、ファイトクラブのサンマとかね、まあ、飛んじゃうしね。そうなんですよ、飛びありだとね終わっちゃうんですよ。 M は飛びがないから、そうね、どこまででもいけるね、ゴリンゴリンに削られてね、何回6000オール積もるんっていう、あれだね、だから積もじゃなくてさ横移動とかだったらさ、そうだね、まだね、2万点の2着とかね、あるけどね、あるかもしれないけど、つもつも言われるとさ打たなくても削られるんよな。そうなんよ、親番で。だって6000オール2回積まれたら1万2000点なくなるわけで、でも6000オール2回じゃなくて6000オール3回くらい積もってるからインパチでしょ、それで
冗談じゃないよ、冗談じゃない本当に、全部トコチョが打ったらよかったのに我々もあれですよ、うん、あの個人スコア最高スコア4着回避率ともにそうだね、上位3位以内だと寂しいから1位を取れるように頑張ろう、はい、ただまあ一応変動の可能性はあるけど今暫定的にね1位の人たちいるけれども、あとでもレギュラーシーズンでしょこれ、この成績はだからあと1ヶ月でほぼほぼ決まるわけじゃない、3月末には、うん、でうちはだから残り16じゃない16、うん、残り16試合でこの11万2800点を超えられるかどうか、超えよう超えよう超えてこう、超える努力をしよう、だってもう役満2回くらい上がないと無理じゃないとか私とか思っちゃうんだけど、親でちょろっと親でちょろっと頑張らせてもらえたら、親でちょっとすいませんお時間くださいって言えればいけるいける、だってまあ太郎ちゃんも黒沢さんも役満上がってないからね、上がってない、役満上がってないで親で頑張ったんだから、確かに、うん、あとシンプルにあの周りも強いんで、そうだね、はい、そんなにやらせてあげないよっていう人たちがねやっぱり多いからね、うん、だからそう考えるとあれだよね、太郎ちゃん到着してたメンツがさ結構辛いわけじゃない、うん、私ツモツモ言ってたから、まあまあまあ確かに、だから結局やっぱツモなのよ麻雀は、そう積もれないとね、はい、厳しいです、積もれる日は勝てる日、そう積もれる日は勝てるけど、うん、積もれなければもう大体ツモが効かなければ終わりです、あのあんまり打ってもらえないしね、うん、うんなんで我々も積もり力を上げていこう、はい、頑張ります、そしてこの最高得点を超えられるように頑張りましょう、はい、はい、以上